はい、ということで実況もねやってきたんですけども、橋本浩一さんがいるということでね、恒例のあれを言ってみたいと思います。でバッグの中身漁ってみよう結構ねあれ好評だから、マルキューの人じゃないバッグの中身も僕がね暴いてみようじゃないかっていうことで、落ちました、レッツゴー、落ちましたね、バッグの中身なんか片しました片してないよ全然片してないということでね、橋本さんのバッグの中身を漁ってみようじゃないかということで今着てみました。いいっすよ、なんでもごちゃごちゃですから、ね、餌だらけ。でも意外と綺麗になってる。いやいや、餌だらけですよ。あ、大丈夫ですよ、次やっててもらって全然怪しいものが出てこないですか。怪しいもの何も出てこない、別に怪しいもないでしょ。なんだこれ。あ、それうどんです。あ、うどんか。うどんをそうやって飴玉みたいにして持ってってポンプに詰めて。ああ。また、はい、怪しくないでしょ。怪しくないですね。ちょっと何もないでしょ、怪しいもん。いやもう後ろ振り返っちゃう時点でなんか怪しいもんがあるからほら、なんかあったりやだなと思って、ね、調査されてる時ってそういう人じゃ人間の心理で、ね、あ、なるほどやばいやばいっつって言って後ろ振り返るじゃん。お、これは重いですね。はいはい、年季の入った、そう、年季の入った、これ小物いいですかね。小物ね、小野田さんのやつかな、うん、もうすごい年季入ってるでしょ。あ、でも意外とちゃんとしてんですね、几帳面だわ。そうですか。はいはいはい、これ初めて褒められてると思う。ともにっていうか他の人に褒められたって一回もないから。汚ねえなって言われる。橋本さん何型ですか。いや僕 A 型なんですけど。 A 型、うん、へえ。だけどそんなに几帳面じゃないこれはまあ玉置きかな。それ玉置きですね。これ結構昔から使ってますよね多分。そう、大事に使ってるんですよ、はい、それで一番好きなんですよ。魚州さんの玉置きか。そう、秀夫さんのやつ。これ昔のね、うん、動画に出てる時から確か橋本さん使ってるなって。そう、で、何回もね塗り直して、はい、大切に使ってるのは使ってるんですよ。あ、特別面白いもんは出てこなかったですね。でしょ。じゃあとりあえず、なのメインはどれだろうな。1枚どこだそれ1枚っていや押してそれっきりになってたんじゃないの。あ、そうですねまあわかんない、1枚かもしれない本当に特にないでしょ。ないですね。このハサミもいいでしょ。ハサミも、はい、100均ですね。何十個持ってますよこれ。いやこれ一番切れるんですよ。そうそうそう、そうなんですよ ね、うん、ね、僕もそうです。これ一番切れますよ。残念でしたね。残念ですね。大したもん出なかったですね。まあまあ人間が面白いんで言われたくないわいい当たり出してて今日もね結構釣ってますね、うん、はい、さすがです。いやいや、そんなことない、レジェンド。いやいやいやということで、橋本さんのバッグの中身は、こんな感じでしたね。ちょっと笑いが少なかったかなっていう感じなんですけど、まだまだね、いろんな人がいるんでね。あ、来ました来ました来ましたよ。じゃあ次西田さんのやつ行ってみますか。あった、何が出てくるか。ちょっとバッグの中身を、バッグ恒例の僕の企画があってバッグの中身を漁るっていうのがあるんで西田さんがいろんななんか怪しいもん持ってんじゃないのかっていうところで今来ました。持ってないこっちは後にして、じゃあ餌を見てみましょう、ね、カンベラの会長西田和則さんは何を持ってお餌を持ち歩いてるのかみたいな。今3月ですけどちゃんと両団子系の餌も入ってるんですね。一応昨日ちゃんと入れ替えてきたよ。あ、そうなんですか。うん、アクシン、だいぶなんかこれ半端に閉まってない感が強いですけど、アルファ何にもないですね。何にもない、普通に普通の餌っすね。やっぱメディアに出てる人ってちょっと綺麗なのかもしれないですね。まだまだこっちもありますから。あ、これだいたいねいつもみんな汚いからこれをメインにいつも持ってくるんですけど、これはまあそんな汚くないんで。うわ、すごっ、このカウンター132枚西田さんは132枚どこで釣ったんですかこれ。1枚とずれてこれ昨日ね3の子行って32枚だったんだけど1が多いだけ。あー、それってサワーを読むらしいですよ
やっぱね、西田さんといえばなんか中澤の底釣りっていうイメージが強いじゃないですか。そうだね。なんとなく多分世間はみんなそういうイメージ見てると思うんですよ。これ棚取りゴムですよね、これ。そうそうそう、この棚取りゴムが一番いっぱいついてるから。はいはい、僕も同じなんですけど、これを使ってるみたいですよ、うんうん、昔からあるやつ。結構やっぱ加工してあるんですね。俺加工してる。あんまり重たいとやっぱあれだから、若干ゆっくり進むように切ってって調整して、うん、これなんでカットしてあるんですか。ちゃんと平らに駆け上がりとか測るときにちゃんと止まるように、うん、はい、まあまあ綺麗になってたっていうことで橋本さんより綺麗でしょ。あ、同じぐらいですね。すげえ、いい箱使ってますね、これね。虎柄、虎年ですからね。虎年じゃねえよ、鳥年だよ。いや、今年ですよ。西田さんだ、聞いてないということで、西田和則さんのバッグの中身はこんな感じでしたね。いや出てこないですね、今日は。あ、隣にもう一人いるんで、内島さんのバッグの中身を見てみましょう。あっちガチで取材やってますけど、大丈夫ですかね。雑音が入ってないかな。内島さん、はい、こんにちは。あれ、今日何か撮影されてるんですか。今チーンテンテンテンが流れてる。ガチでやってくださいよ。ガチでやる。あの本調の方なんですから。いいですか。あ、いいですよ。覗かしてもらって。あれ大丈夫だったかな、今日。やばいもん、だってダウンだと隠して言わない。まあまあ、安定な餌っすね。結構みんな乱雑に入ってんだな。あの、一目の A 型、B 型なんで。 B 型なんすよ。俺と一緒で。ああ、一目同じ匂いしますよね。確かに、潰せんの、潰せんのね。いやー、やっぱ地元ですね。一力のお年賀のタオル、やっぱりマゼコ。近所ですからね。そうですね。まだこの間正月だったから。結構持ってるなー、金の餌を。全部出しちゃいました、僕は。スーパー D。それ古いじゃねえ。いや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 、超団子ですよ。これ何年もんすか。いやいや、それはそんなあれだよ、まだ2年ぐらいかな。出ますね、差が。やっぱりさん、ブルペンはね、チンベラ狙い。いや、持ってるわ、餌が。やっぱこれですよ、今の時期。断続の必殺技で。断続の必殺技。そうそう、ね。モノさん、来てください。内島さんのバッグの中、これです。ザン。うわ、汚ねー。ここまずいでしょ、それ。汚ねーわ、これ。ダルフォート。いや、ゴミはやっぱりここに捨てないと。カビてますね。いや、そうでもないでしょ。いやいやいや、汚いっすよ、これ。ほら。ちょっと軽く違うんで、はい、はい。こんなもんですね。あ、行きます。お、え？嘘でしょ。うわ、何ですかこれ。お手拭きですか。花粉がすごいから鼻かむのに。あれ？今日、あ、そっちに出たのか今日。もうこれあれですよ、もう法律使ってみましょうよ、じゃあこれ。ちょっとそこ編集してもらわないと。なんかこれ、内島さんこれで汗拭くっつってたから、こうやって。いやー、これが入ってると思わなかったな。あれ、逆に入れてないの。入れてないっすよ。西田さんがすごいよ。やばいなー、ほんと金がある人はすごいなー。おっ、これなんすか、ハリスケースですか。いやいやいや、ほら、あの光ったこのカス。あ、これカスなんですか。そう、持ち帰るように針とか糸とかこう切ったのを。とあるインストラクターの方、これがハリスケースの中に入ってる人いましたよね。開けたらこんな感じの人いっぱいいますよ。マジっすか。これはハリスケース。ハリスケース。あー、意外と几帳面ですね。はい。え、そう。
まあ普通ですね。まあここも、まあ、そんなに盛り上がるほどぐちゃぐちゃになってるほどぐちゃぐちゃにはなってないですね。特に盛り上がりもない。あれスペースもうないですか。あ、おるおる。これ、うん、素晴らしいね。あ、まあいたって普通だな。これカットだな。普通だから。何でも見ちゃうから。あ、みんなカウンターがある。あ、内島さんの枚数ざん14枚。それやそれや。ハヤト。ハヤトのバトルの時の。ということで。橋本さん、西田さん、内島さんと、バッグの中身を漁りました。まあ、みんなね結構意外と綺麗にしてて笑う部分が少なかったかもしれないですけども、まあ、有名人はねこんな感じで、バッグの中身をしてるっていうことでね、参考にしていただけたらなと思います。はい、もう一人いるわ。やってるやってる。あれ、これはこっちガチだな。ともちんさんじゃないですか。このカメラはガチだな。あれ、いいですよ、釣りに集中してくださいよ。ひよこさんじゃないですか。いつも見てます、ファンです。ヤビさん、前回も出てもらった YouTuber ともちゃん、こっちが撮影したい時に後ろがうるさかったよだと思いましたよ。そっちに反応したいそうだと思う。そっちに混ざりたかったもん。なんだ、あ、これもしかして俺もともちんチャンネル出れるんですか。いや、出てもらっていいんすか。え、一応了承得ないと。こっちはそっち、そっちそっち再生数に応じてです。マジですか。じゃあちょっと漁っちゃおうかな。多分歴代で一番綺麗だと思うよ。矢口さんにカメラお願いしてもいいですか。すごいね、めっちゃコキ使う。やった、俺も出れるぜ。はい、まず、ということで今3人の、バッグの中身見たんですけども、こっち側でね、ボーバーの取材をやっていた、吉田康夫さんがいるっていうことでね、こちらにもお邪魔してね、こっちはガチの取材なんですけど、僕がちょっと撮ってもいいって言ったらちょっと時間を空けてくれたんでね、ありがとうございます。特別です。東レでもお世話になってるんでね。そうですね、後輩あさりますよ。何を、変なもんね出てきてほしいんだけど。いや多分ねつまんないと思う。マジ意外と綺麗だから。なんかすげえ汚そうっすよね。いやイメージだけど。だって俺 A 型だよ。 A 型、うん、意外と几帳面。出しますよ。みんな餌の量が多いな。投げるなよ。投げてるよ。みんなマッハ入ってるな。このあ、ここ、あ、ダメ、ないしょ。実験中、実験中、実験中。あ、さあ60粒、わかんない読めない。あの手で隠すほどじゃないです。読めないんで大丈夫です。いやー、これ来ましたね。これなんすか。どんぐらい炭酸、ちょっと飲んでみてください。全然ピシッて言わないけど。うわっ、あ、大丈夫、甘いだけだ。うっそ、飲んでみようか。いや、今コロナの問題があるんで。いや汚ねえこの水。何これ。あ、それはね、簡単作りを。いつ賞味期限。いや期限なんかいいっすよ。ここ綺麗だよこれ。飲めるのそれ。払いてるとか言わないでくださいよ。あ、大丈夫ほら。俺の水飲めねえのか。飲めない。でコロナじゃなくちゃ飲めないっすよ。お、釣れた。あ、これいい浮きだなこれ。ああ、そうですね。浮き作ってるんでしたっけ。ああ、もしかしてどうかもしれない。じゃああれですよ。何の浮きでしたっけ。これなんだっけ。トモっていう。もう。トモパート2。ダサクさんでしたよね。そうですね。一作です。いやー、こっちはまあいろんなものが入ってますね。今どうかな。あ、島野もやられてるんですもんね。そうなんですか。あ、すいません、それは失礼した。これ新品ですか。そう、新発売。昔新品でしたね。いや、
これもね愛着があってね、うん、話せないんだよ。ありがとうございました一緒にねジャパンカップも何回も戦いました、ね、俺一回勝ったのやられました僕でもその後ま、その後また負けたから引き分けやん M1 も最後の時ねあのやりましたもんね。ね、数多くの舞台を一緒にやってきましたから ね吉田さんとは思い出が深いですよ。いい思い出ですかそれは。あんまり良くないですね負けた思い出が多いですね。まあこの中はまあまあそんなみんな面白くないな今日は。あれ吉田さんこれ割りバスが入ってますよ。嘘嘘通れだった通れ間違えちゃった。こうだこうだ靴もねこれ一昨日洗ったんだよ。いや聞いてないですやっぱ戸祭先生超える人いないわ。これね俺自分で作ったこれ。まあまあ作れるでしょうねこれはね針ちゃんとゴミをちゃんとこうやってね持って帰るね。あやべやばい。はい、うわ超綺麗。何これぐちゃぐちゃじゃないとダメなんですよ。几帳面意外と。ハリスケースもう一個やべえなんだよ。これぴったりですね。ぴったりしまってますね。口開いちゃう。なんかこんななっちゃった。だってさ、これスポンジが重なり合ってんだからこれ閉まんないじゃないですか、うん、こうやって。まあ細かいことは気にしないんだよ。閉まってっからいいじゃねえか。多分ここのスポンジが熱いんだよね。吉田さんこういうのなんていうか知ってます？何？閉まりが悪いって言うんですよ。ああこれ綺麗だな。つまんないでしょ。まあこれ普通ですよ。見られる立場の人ですから、はい、でももう一個面白いのがまだあるんだよね。何ですかそんな振っちゃっていいんすか。気づかねえの。何ですか超面白いのがあるんだけど。こんなに振っちゃっていいんすか。俺の目の前にこれそんなハードル上げちゃって。うわうわすっげえなこれ。何ですかこれ。これすごいよこれこれやばいっしょ。これなんでこんなの使ってんすか。好きなんだよこれは。でもちゃんとしてるわ。でも結びは綺麗でしょ。うん、ちゃんとこれ上張り用なんだけどちょっとこれも自分で貼り直して。はいはいはい、うん、ちゃんとしてるわ。してるっしょ。しかもちゃんと巻いてある。 1cm 単位だよ。え、ね、吉田さん針って今何使ってるんですか。針はね鬼掛けです。あーそうなんですね、はい、鬼掛けなんかなくなっちゃったなくなっちゃったんだけど未だに大好きで。あうん使ってんすね。そうなんですよ。でももう売ってないんですか。売ってるとこもあるんですけど、まあ、ちょっと前よりお店減っちゃったかなって。ああなるほど、うん、はいはいはい。鬼のようにかかりがいい。ほら吉田さん出た。あれトモ入ってなかったっけ。ああ入ってないっすね。違う吹きケースだ今日。どうぞ。置いてきちゃったんだけ。僕の周りでも吉田作使ってる人多いんで。やっぱり、はい、その人は多分ねすごく性格がいい人。おびっくりした。なんか天下かなんかが出てきちゃったかと思った俺。それはやべえな。え何これ。それはあんまりやべえな。タバコの灰でしょこれ。はいそうです。何すかこれ。ちょっと秘密。これ僕の予想だとタバコの灰を水につけて浮きをねこう磨くんですよね。そうすると油分が取れて立ちが良くなるみたいなことですよね、はい、でもタバコの灰じゃなくてもなんか最近いい液とかありますけどそういうのは使わないですか。やっぱりこの昔ながらのの頭固いんで。あそうっすねそうっすね。あみんなカウンター持ってる。これ何枚でしょうか。150枚ぐらいになってない。はい吉田さんのカウンターじゃん。使ったっけか。24枚言ってますよ。最高はね西田さん132枚。じゃあ俺もちょっと押していいっぱい。吉田さん俺汚いと思ってたんですけどなんか意外と几帳面で綺麗でした。みんなそうやって言うんだよね。まあそのうち機会があったら今度は僕の車を。そうですね車はめちゃめちゃ汚さそうなんで。車汚いって言うんだよねみんなね。あいや俺の中で使いやすく綺麗にしてるつもりなんだけど。じゃああれですね戸祭り VS 吉田さんで。あ、トマちゃんにはね、100% 負けます。俺空き缶とか怒ってねえから。あの最近ね、一番よく言われるのね、お祭りさんの動画見ましたよ。これ一番多いです。僕のチャンネルの声でも。インパクトでかいからね。ということで、吉田さんのバッグの中身でした。ご視聴ありがとうございます。あとね、まだもう一つなんですけど。
ブログ始めたんですよ。よろしくお願いします。ブログ吉田康夫で検索してください。お願いします。以上です。はい、ありがとうございました。はい、ということで、最後に松本先生のバッグの中身を、見ていきたいと思います。ちょっとテレビとかで見たときはスーツ着てね、ビシッとしてて、あの几帳面そうなんですけど、次のねバッグの中身は一体どんな風になってるのかっていうのをね、見てみたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生やばいんじゃないかって言ってますよ。さすがになんか先生のバッグの中になっちゃうと、なんかガサガサ出しちゃうと申し訳ないような気もしちゃうけど、まあそんなことは遠慮せずに行っちゃいましょう。普通ですよ。これはゴミですか。これはね、ゴミじゃないですよ。開いてますよ、これ開いてますね。この辺がね、安心してください、開いてますよっつって閉めておきますね。そうです、この辺が貴重面じゃないですか。うわ、これは先生、はい、夏の餌まで入ってます。うわ、全部開いてますよこれちょっとあ、それはあれなんですか、これゴミ。ゴミじゃないですあの僕のチャンネルで言うエルモミーゴかと思何だそれ。燃えるゴミのことをエルモミーゴって言うんですけど燃えるゴミ、うわ、年金コーラスね。そう、年金。さっき吉田さんこれ飲んでくれましたよ。いやこれが水道水。あ、いいです、いいです、やりますすいません先生のまでこんなにしちゃうとは思わなかったのじゃあ、はい、続いてこっちのバッグのね中身を見てみたいと思います。何、はいはいはい、朝バナナ朝ごはんは釣り行くときは食べないので、まあ、お腹空いたら食べる。それをじゃあ夜になっちゃうこともあるってことですね。あ、そうです、そうです。昼バナナになったりそんなバナナそんなバナナ何言ってまんないこと言って。ああ、今日朝僕もこれ飲みましたよ。あ、そう、はい、血圧がちょっと高めなんだ。青木か。あ、すいません、杉本さんの気が入ってない。いや、全然そういうのはねあの関係ないんで。いい雪いっぱいですね。道具はいいんだけど、肩から先がダメで使いこなせない。ああ、これいいですね。すいませんね、荒らしちゃって。以上です。ありがとうございます。怪しいもんなかったですか。怪しいもんに液体が2つあったけど。はい、ということで怪しいもんが出てくる前に、強制終了が、ね、かかったので、この辺ね、松本先生のバッグの中身終わりたいと思います。ありがとうございます、はい。